カラマンダリンは、ミカンカミカン族の植物。カラオレンジ、カラとも称する。ウンシュウミカンにキングマンダリンを交配した雑種であり、1915年に開発された。世界的にはあまり栽培されていない種であるが、日本では少量の商業的な生産が行われる。カリフォルニア大学リバーサイド校のフロスト博士が開発し、1935年にフロスト博士が カラと命名した。終わり系のウンシュウみかんにキングタンゴールを交配したものである。樹勢はウンシュウみかんに似ており、樹形は開調性で即死が垂れやすい。多くの果実をつけ、個々の果実は加工部の突起を除いて楕円型をしている。大きさは中程度からやや大きめであり、ワシントン州産のネーブルオレンジよりは小さい。下皮は中程度の厚さであるが、剥きにくい。 中の実は10から12房である。果肉は濃い大々色をしており、濃厚で日本人の好みに合う味を呈する。ただし未熟の場合は酸味が強い。種子の数は多く、単力食をしている。種子の多さは商業生産上のネックとなっていた。カラマンナリンに吉浦ポンカンを受粉させた魂排味症である南使いという柑橘類も開発されている。 山口県大島郡立花町の農家が、カラマンダリンの高い糖度に注目して1978年に開発したが、カラマンダリンとはあまり区別せずに出荷されることが多い。完熟する時期は4月上旬であるので、栽培は無双地帯かつ暖かい土地であることが望ましい。開発されたカリフォルニア州リバーサイドでは3月1日から6月後半にかけて食される。 露地栽培種であるが、ハウス栽培種としても注目されている。結果から収穫までおよそ1年樹上で育て、果実に養分を行き渡らせ、糖度を高める。果実を収穫しないで実ったままにしても品質は低下しないが、果皮と果肉が分離する、浮き皮になる。浮き皮のカラマンダリンは傷みやすく、味が落ちることがある。誕生したカリフォルニア州では、 他のオレンジ類と出荷時期が重なるため、商業的な生産はあまり行われていない。1950年代のニューヨーク及びロサンゼルスでは1ポンドあたり10の25セントで販売されていた。日本のカラマンダリンの収穫量と作付け面積の、推日本では少量ながら生産が行われ、3から4月にかけて収穫され、減産した後に出荷される。 原産には2週間から1ヶ月を要し、4から5月に流通する。生産現場では、万世みかん、春のみかんとして扱われる。2013年の日本国内の栽培面積は146ヘクタール。出荷量は2592トンであり、愛媛県が全出荷量の65%を占める。特に、松山市の生産量が他の県内産地を圧倒し、 松山市内では中島などの離島を主産地とする。また2007年7月に松山農林水産物ブランド第5号に認定された。日本における栽培発祥の地である三重県や和歌山県の有田地方での生産も多い。生産権日本への導入は1955年で田中査三郎が種子を持ち込み、三重県渡来郡南西町の農家に依頼して栽培が始まった。 また、農林水産省や愛媛県果樹市県庁などへも後に、コギが導入された。当初は酸味が強く、柑橘海洋病に弱かったため、田中は商業生産に消極的であった。その後5月に、ヒドリが群がっているのを目撃し、味が良いことが確認され、海洋病対策も実現した。栽培と管理が難しかったことから普及には至らなかったが、 1990年代以降は生産量が増加している。三重県では1980年頃より地域特産果樹として本格的な栽培が行われた。ありがとうございます。